はいどうも皆さんこんにちは。鬼滅の刃は全巻を持っている勇者勝ち組の勇者です。今回は今月発売のトミカの方を紹介していきたいと思うんですけれども、今月は今流行っている鬼滅の刃のキャラクタートミカが5体出ましたよね。でその5体っていうのが炭治郎、禰豆子、カナヲ、伊之助、善逸で、今回はその5体のうちの一つであるこちらの吾妻善逸のリーフの方から見ていきたいと思います。それでは開けて中身の方を見ていきましょう。中身の方はこんな感じとなっております。思ったよりもこの黄色の部分がすごく白っぽい黄色となっておりますね。で、その方にこちらに鬼滅の滅という字が書いてありますね。で、左サイドの方はこんな感じとなっております。ここの電流が流れてるっていう感じのデザインがいいですね。では、あと本当の方見てみましょう。本当の方はこんな感じとなっていて、こちらのライトのレンズの方が両方とも透明パーツとなっておりますね。で、こちらにね、下のエムレムのシールが貼ってあります。で、あとここのところも黒く塗ってあるんですね。では、横の方を見ていきましょう。横の方はこんな感じとなっていて、前日の和服というか、まあ、服についているこの三角の印がいくつも書いてあります。で、ここの雷のところもかっこいいですね。で、こちら側に黄色、こちら側に大体色と2色で分けられております。で、ちなみにタイヤホイールの方は黄色なのかな、なんか金っぽく見えるけど黄色に塗りつぶされておりますね。では後ろの方を見ていきましょう。後ろの方はこんな感じとなっていて、大体色と黒の2色となっておりますね。で、ここの先ほど言った通りのところに鬼滅の滅と書いてありますね。で、上の方を見ていきましょう。上の方はこんな感じとなっていて、もうフロントの方もそうなんですけれども、この三角の模様が上にもプリントされておりますね。で、後ろには全ての角度にこの三角の模様がプリントされているんですね。で、左側の方の形状はこんな感じとなっておりますね。で、前紹介したリーフと比べるとこんな感じとなっております。一目で見てわかるのは、ここのライトのレンズの方が、こちらの方は、半透明の黒に なっていて、で、こちらの、トリダーとオリジナルの方の日産リーフは、完全に透明となっておりますね。で、アクションの方は2台とも変わらず、サスペンションと、こちらの、後部のドア開閉となっておりますね。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお待ちしております。Twitter、Instagram のフォローも概要欄からお待ちしています。それではまた次の時間に会いましょう。